こんにちは、エルバスファームです。今回は玄関におすすめの観葉植物を教えてというリクエストをいただきましたので、それにお答えしていきたいと思います。玄関に観葉植物を置こうと考えた場合、まず考えるべきは玄関の環境です。多くの場合、玄関はあまり日が当たらない、また温度が低い環境であると思います。そのため観葉植物を選ぶ際は、比較的暗い場所でも育ち、また低い温度にもある程度耐えられる植物が条件ということになります。また玄関は風水的に運気が入ってくる場所として考えられています。そんな玄関に風水的に適した効果を持つ観葉植物を置くことで、さらに運気をアップさせることができます。つまり玄関に置きたい観葉植物は、耐陰性があり、また耐寒性もあり、そして風水的に良い効果を持つ観葉植物ということになります。ただ僕は風水に詳しいわけではないので、玄関に適した風水的効果を持つ植物を調べ、そして耐陰性、耐寒性のある植物をピックアップしてみました。そこで今回ピックアップした観葉植物がこちらの6種類になります。まずはこちらのモンステラ、そしてガジュマル、パキラ、サンスベリア、テーブルヤシ、そしてこちらにあるコンシンネ、最後がポトスです。どれもホームセンターなのですぐに手に入る植物です。気になる植物がありましたら、ぜひ玄関に取り入れてみてください。それではそれぞれの植物をご紹介していきます。まずご紹介するのはこちらのモンステラです。ハワイでは切れ込みの入るモンステラの隙間から光が差し込むことから、希望の光を導く植物と言われており、神聖な植物とされています。風水的には邪気払いや金運アップの効果があり、邪気を払い金運を招き入れるという意味で玄関にぴったりな観葉植物だと思います。また耐陰性、耐寒性にも優れているので、まさに玄関におすすめの植物と言えます。続いてご紹介するのはこちらのガジュマルです。ガジュマルの風水的効果はリラックス効果です。こちらの丸く可愛らしい葉が下向きに生えることから、気持ちを落ち着かせる効果を期待できます。こんなガジュマルを北から北東の方向の玄関に飾ることで、帰宅した際にリラックスできる上に悪い気を払う効果を期待できるそうです。そんなガジュマルは本来は日当たりの良い場所を好む植物です。ただがっしりと丈夫なので、長期間暗い場所に放置しなければ、ある程度日陰でも育ちます。一方寒さには強く、5度くらいまでは耐えられるので、寒さを気にするよりも定期的に日光浴させてあげるなど、日当たりを気にしてあげてください。続いてご紹介するのはこちらのパキラです。鋭く尖った葉を持つパキラの風水効果は邪気払いと浄化です。そのため玄関に置くことで、パキラの鋭い葉が悪い気を払ってくれます。また上に向かって育つ姿は陽の性質で、活発な気を発生させ、仕事運や金運アップの効果を期待できるそうです。そんなパキラは耐陰性があり、5度までは寒さにも耐えられます。最近運気が良くないなと感じた時は、パキラを玄関に置いてみるといいかもしれません。続いてはこちらのサンスベリアです。
パキラと同様に尖った葉を持つサンスベリアも魔除け、厄除けといった風水的効果を持ち、悪い気を払う効果を期待できます。またこのチャンネルでも何度かご紹介していますが、サンスベリアは高い空気清浄効果を期待できるので、玄関に置くことで天然の空気清浄効果としても活躍してくれるはずです。そんなサンスベリアは単位性に優れ、また5度程度までは耐えられるので玄関におすすめの観葉植物といえます。続いてはこちらのテーブルヤシです。テーブルヤシの鋭く細い葉っぱは風水的に集中力ややる気を高める効果があると言われています。また上に向かって伸びることから陽の気を発し、気分を高める効果もあると言われています。加えてサンスベリアと同様にエコプラントとしても有名で、空気清浄効果も期待できる植物です。そんなテーブルヤシはとても丈夫な植物です。単位性があり比較的低温にも耐えるので、玄関におすすめできる観葉植物です。続いてはこちらのドラセナコンシンネです。テーブルヤシと同様にコンシンネの鋭く尖った葉は鋭い気を発生させ、邪気を払ってくれます。また上に向かって伸びる葉は陽の気を持ち、運気を上げるとされています。邪気を払い陽の気を持つコンシンネは玄関にとてもおすすめな植物です。ただ比較的単位性はあるものの、寒さには少し弱いので時期を考えて置くことをお勧めします。最後はこちらのポトスです。ポトスにも悪い気を払う浄化効果を期待でき、また良い気を招き入れるとされています。さらに金運アップや恋愛運アップの効果も期待できるそうなので、玄関におすすめの観葉植物の一つです。ポトスはとても丈夫な植物で、比較的単位性もあり耐寒性もあるので玄関でも育ちます。ただ本来は明るい場所を好む植物ですので、元気なポトスに育てたいならば定期的に日光浴させてあげてください。今回は玄関におすすめの観葉植物をご紹介しました。どれも風水的に良い効果を持ち、また単位性耐寒性のある植物です。冒頭でもお伝えしましたように、今回ご紹介した観葉植物はどれもホームセンターなどですぐに手に入るような植物です。植物コーナーがありましたらぜひ立ち寄ってみてください。今回ご紹介した内容はエルバスファームのブログでもまとめています。またご紹介した植物それぞれの育て方や特徴はエルバスファームのブログ、また他の動画でもまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。またこんな動画を撮ってほしいというリクエストがございましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。